小岩井ことりと幽ヶ崎海のやりたいこといっぱいラジオちょっとずれましたリハーサル、公開リハーサル、はい、はい、ということでね、この後私たちは、うん、海ちゃんのチャンネルでアップされる動画を撮っていくんですけど、はい、その前の公開リハーサルということでね、はい、こう撮る前の様子をお送りしたいと思います。はい、お願いします。私たち緊張してます。小岩井さんは絶対緊張してないです。いや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 、もうやめよ、敬語とかやめよ。いいんですか。うん、やめよう、仲良くなりたいもん。わかった、うん、そうする。その空間にいてっていう、このねこんな試みはなかなかないことだから、やっぱりちょっとドキドキしてる、うんうん、じゃあもうお互いドキドキ空間って感じだね。そう、ドキドキ空間だよ。いや、ちょっとタメ口すごい、もうそれが緊張をヒートアップするな。わかる。じゃあちょっとね、公開リハーサルってことで、うん、私から考えてみたんだけど、エモいものしりとりやろう。うん、やった。エモい、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 今流行りのエモい出た。エモい、うん、エモい、エモいっていう判定はまあ人それぞれだけど、うん、エモいものでしりとりしていこう。はい、ちょっとエモい分かってないけど、曖昧なエモいで頑張るね。頑張る、頑張る。よし、じゃあやりたいこといっぱいラジオだから、おからかな。うん、どうしよう、じゃあ私からかな。はい。お、お、いきなりちょっと難しいな。難しいね。お、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 ちょっとピーかけてもらえますかね。あ、おっかけ。あ、言った言ったぞ。この人エモいのか。で、頭とお尻だけ残せばいけますよ、これ多分。あ、そういう感じで、そう、リハーサルしてて面白かったんだけど、うん、海ちゃんこっち向いて、こっち見て、私の方見るとね、海ちゃん視線がねえねえねえ。ちょっと私がまるで変態みたいじゃないですか。そんな違うの、きっと好きなんだよ、ま、丸くいものとか柔らかいものが。好きだけど何か好きだよね。これはもう人類のテーマだよ、うん、みんなここから育つんだから。そうだよ、うん、おっぱい好きです。おっぱい大好き。おっぱい大好き。大丈夫かな、赤丸さん。大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫かな。ちょ、はい、じゃあまあいい、うん、え、この流れでいい、来た。いや、何かわかんないですよ。 おから始まっていいで終わる、なんだろう、うん、いろいろあるよね。うん、そうだね、うん、いだよね。いあ、もこないか、人それぞれだ。わかった、うん、インドカレエモい、エモいよ、エモい、エモいよ、エモいよ、エモいかな、うん、ちょ、判定聞いてみようかな。スタッフさん、判定はエモい。あ、インド、え、インドカレー、インド、いいんだよ、え、インド、いいんだよ、美味しいよね。うん、美味しいからエモいの。美味しいとエモいんだね。そうなるほどね。じゃあ、レだね。うん、レ難しいね。難しい、ラ行難しい、ラ行のエモい。パス。パスか、そういう卑怯なことするんだね。バレたか。レのエモいか。あ、分かっちゃった。嘘、え、じゃあもうパス。いやいや、もうエモさんの極みだと思う。多分私優勝してこれでこのターンで終わっちゃうと思う。え、嘘でしょ。言うよ。え、どうぞ。恋愛。あー、エモい。嘘、ずるいでしょ。これちょっと優勝じゃないですか。どうですか、これは。優勝で終わりですか、これで。優勝ですか。どうですか、スタッフさん。優勝で終わり。うわ、なんか最初のあれなかったことにされてません。最初とんでもないの言ったのに。多分ね、そこないかも。カットで。ないかもしれない。そっかそっか、うんうん、いや、ちょっと恋愛はね、確かにエモいですからね。エモいね、もうエモいの極みだったもん、ね、勝てない。ちょっと勝っちゃった。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。エモしりとり3回で終了した。本編ではね、海ちゃんがいろんな企画をちょっと考えてきてくれてるんで、はいはい、私たちのね、もっと、うん、なんだろう、何するのかな、どんな感じ、本編の。ね、ヒントだけでも。やっぱり小鳥ちゃんは声優さん、うん、プロの声優さんだから、うん、声優さんならではにしかもう聞けないことだったりとか、
か、一緒にできないことをちょっと持ってきました。おー、はい、じゃあなんかそういう、もしかしたら声を使うのかな、うん、そうそう、海ちゃんも素敵な声だもんね。いやー、やめてください。いや、歌とかもね、聞かせてもらったけど、すごい素敵。ちょっともう聞かないで聞かないで全世界に公開してるの恥ずかしいはい、そんなね、海ちゃんと小鳥で本編の方もお送りしますんで、はい、そちらの動画もぜひご覧ください、はい、お願いします。では公開リハーサルでした。またね。またね。